今日お越しいただきましたのはヒプノセラピスト平賀先生にお越しいただきました。おはようございます。おはようございます。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。すごく爽やかな笑顔で目の前で微笑んでくださっているんですけれどもヒプノセラピー、はい、こちらのセラピストさんでいらっしゃるんですよね、うん、その通りです。はい、おそらくはですね、番組をお聞きの方、ヒプノセラピー果たしてそれは何ぞやって思ってらっしゃると思うので、はい、まずこのあたりから少し教えていただけますか。はい、ヒプノセラピーですね、はい、多分初めて聞く方も多いんじゃないかなと思うんですけども、はいはい、ヒプノセラピーっていうのは、皆さんの心のバランス、例えばバランスをちょっとこう崩してるなって言った時にですね、そのバランスの調和を取る、そういったセラピーなんです。なるほど。では今の現代社会に生きている方、はい、バランスが整っている方の方が実は少ないかもしれませんので、そうですね、大半の方にきっとお役に立つセラピーって思って間違いないですね。その通りです。はい、はい、具体的に実際にはどんな手順でこのセラピーは行われていくものなんですか。はい、はい、まずですね、こう毎日の生活の中で、例えばこう問題を抱えていたりとか、はい、ちょっとこう悲しいなとか、繰り返してちょっとカチンとくるな、イライラするなとか、そういった問題が繰り返されているときに、その問題の原因ってどこにあるのかなっていうのを、まずはカウンセリングをしながらお話を伺っていくんですね。その中で大体問題のほとんどっていうのは過去に原因がありますので、はい、はい、過去のその問題の原因を探り当てて、そしてそれを癒していくと、へえ、でもお話を伺っているとですね、はい、もうそのことだけで素晴らしいなって思うんですけども、はい、カウンセリングしていくだけで、はい、根っことなる過去の出来事に引きつけるんですか。そうなんです。実はそこなんですね、はい、ヒプノというのはですね、日本語にしますと催眠という言葉にちょっとなっていくんですね。催眠を使った形でセラピーを行っていくんですか。はい、そうなんです。心の中にダイレクトに入っていきまして、そして心の中でずっと抱えていた問題に触れていきます。はい、その中の問題に触れて、そして本当はこんな風になりたかったとか、はい、うん、またはこういう人生を歩みたかったとか、そういった思いに触れていくわけですね。はい、なるほど。でも今催眠っておっしゃいましたけども、はい、それってなんか言葉だけで聞くとですね、うんうん、ちょっと怖いなっていう印象を受ける方いらっしゃるんじゃないかと思うんですけど、はい、これはどなたが受けても大丈夫なものなんですか。もちろんです。催眠って言ってもですね、はい、テレビのショーでやるようなちょっとああいう催眠とは違ってまして、リラックスした状態で心の内側に意識を向けていくだけなんです。それでも催眠っていうカテゴリーに入るんですね。その通りです。例えばこうすごくリラックスして懐かしい曲とかを聴いてると、はい、その頃の出来事とか思い浮かぶことってありますよね。あります、あります、うん、私なんかですね、はい、冬場の朝っぱらのすがすがしい空気の匂いを嗅ぐとですね、はい、気持ちはスキー場に飛んでいきます。あ要するにこういう感じのことですよね。その通りです、その通りです、うん、そういった感じでね、はい、心の中にずっと入っていって、その時の自分の求めているもの、はい、本当はこんな風になりたかったなとか、この時に本当は優しい気持ちもっともっと感じたかったなとか、はい、うん、人によっては抱きしめてほしかったなとか、特にちっちゃな頃親御さんとのトラブルで、はい、自分の思いが上手に伝えられなくて、うんうん、すれ違っちゃうことってありますよね。そうですよね。ちっちゃな頃っていうのは、うん、本当にその時の気持ちのまま本当は抱きしめてほしかったんだけど、はい、でもそのまま我慢しなくちゃいけないとか、はい、うん、今はこう言われても言うこと聞かなくちゃいけないとか、そういう思いをずっと抱えて大人になってしまうわけですね。そうですよね、うん、ですから蓋をしたまんまだけども何かの拍子にはそこが原因となってトラブルを起こしてしまう自分っていうのが隠れてるかもしれないわけですね。その通りです。なるほど、はい、そういったところに直接入っていって、はい、本当に求めていたその場面をもう一度作り直すんです。ああ、そっか、今頃そのちっちゃな幼稚園生くらいの時に戻ってお母さんに抱きしめてもらうのは物理的には不可能だけども、はい、これがセラピー上ではその時の悲しい思いが癒されるわけですね。その通りなんです。それってすごいかも。そうですよね、はい、その頃に戻って抱きしめてもらって本当は味わいたかったものを味わえば、はい、大人になった自分が見る目ですね、物事を見る目とか考え方が少しずつ変わってくるんですね。
なるほど、うん、まるでこう重しがずっとあって、はい、重しを持ったまま頑張らなくちゃって歩んでいたものが、うんうん、その重しがポンとなくなって軽いまま、ね、そうそうそう、ね、そしたら本当に歩みたい自分が歩みやすくなったりするんですね。なるほど、それは素敵だわ。多分どなたでもそうだと思うんですけども、はい、はっきりと覚えている、うん、そういう過去の出来事もあるでしょうけども、はい、もう自分自身の表面意識には戻ってこないような忘れちゃったことっていうのもきっといっぱいありますよね、うん、そうですね、たくさんあると思います、はい、そういったところに直接触れていくのが我々セラピストなんですね。なるほど、わかりました、はい、実に素晴らしいセラピーなんですけども、はい、ですから受けたいっておっしゃる方、うんうん、受けていただいたらすごくいいなって思うんですけども、はい、今日せっかくなので、はい、日常的に普通の人ができる何か、ね、いい方法とかがあったら、はい、アドバイスいただけませんか。ですね、まずは、体の感覚を変えるだけでも、はい、毎日の生活って変わってくるんです。それはどういうことでしょう、うん、例えばですね、人間ってすごく面白くて、こう下を向きながら肩を下げて、はい、ため息をつきながら歩くと、はい、落ち込んでいきやすくなるんですね。でもこれを逆にして手を上にバンザイしてあげてですね、はい、顔を天井の方、空の方見上げながら、ちょっと口角上げて、はい、うん、その状態でさあちょっと悩んでみてって言うと、実は面白いことに人間って悩めないんですね。悩めないんだ。悩めないんです。面白い。口角を上げるだけで物の感じ方が変わるっていうお話は他でも伺ったことがあるんですけど、うん、はい、そっか、悩めなくなっちゃうんだ。そうなんです。面白い。人間の脳って上をずっと見つめて万歳していると、はい、それだけでも悩みづらくなっていくそうなんです。なるほど、これは今日たった今の瞬間からもできる技ですね、はい、その通りです。そっか、うん、じゃあほんのわずかに、あ、私今日調子悪いなと思っているような方はまずこれを実践していただき、はい、そうです。これだけで解決しなかった方は、はい、先生のところを訪ねていけばいいですね。ぜひお越しください。了解しました。ちなみに先生のところに行きたいなと思われた方はどうしたらいいですか。はい、あ、はい、ハートマインド、ヒプノセラピースクールとして、はい、ホームページもありますので。なるほど、はい、ではこの番組を聞きの方はカタカナでハートマインドって調べるだけでも出てきますかね。出てきます。素晴らしい、簡単ですね、はい、ハートマインドですよ皆さん、はい、そしてこの番組の公式ホームページ動画をご覧の方にはですね、ちゃんとアクセスできるための入り口用意しておきますね。そこから入っていただいたらいいかなと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、そっか、でもヒプノってそんな感じなんですね。そうなんです。ですのでこうすごく特別なものっていうよりも、はい、なかなか自分ではこうイメージの中では入りづらいことに対して我々がサポートしていくような、うん、そんなイメージなんです。でお話聞いてると主役はあくまでもちろんそのカウンセリングを受けるお客様なんだけど、うん、はい、誘導してその方が本来到達しなきゃいけないところへの水先案内人ってそんな感じですね。その通りです。そっか、ちなみに先生はいつ頃からこういったヒプノセラピーに出会われてなさってらっしゃるんですか。はい、僕はですねちょうど7年経つんですけども。長いですね。はい、その前はカウンセラーをしておりまして、はい、トータルするとちょうど10年ぐらいになるんです。もう超ベテランさんですね。しかも先生だったらなんか安心して自分の状態を預けられそうな気がいたします。はい、ありがとうございます。ぜひぜひ皆さんそうおっしゃられませんか。おかげさまでそのように言っていただくことはあるんですけども、はい、やっぱり、うん、これがですね、まあ、イメージだけで言ってはいけないかもしれないんですけども、はい、ごっつい先生だったらちょっと預けにくいかなって思っちゃうんですけども、はい、先生の場合本当に穏やかな感じで、すごくこう優しそうな、受け止めてくれそうな雰囲気がありますから。ありがとうございます。もうこの動画ぜひ皆さんにたくさんご覧いただいて、はい、皆さんの心を、ね、その眠っているその重しがかかっているところ一つ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 ほぐしていただけたら、はい、その分その方がハッピーになるだけではなく、はい、その方の周りやそしてそこの方の住んでらっしゃる地域とか、その通りです。もっと広くみんなが幸せになりそうですね。なるほど。ちなみに先生は、はい、このセラピーを通じて、はい、どんな世の中になったらいいなとか、そんな風にお考えになることってありませんか。あります。教えてください。セラピー終わりますとね、はい、お越しになる時っていうのは皆さん問題抱えてますから、ちょっと落ち込んで来られるわけですけども、はい、終わった後ってすごく素敵な笑顔になるんですよ。やっぱりそうなんですね。そうなんです。こんな笑顔の人たちが周りにいっぱいいる社会ってイメージしただけでもワクワクしませんか。素晴らしいですね。で一人の笑顔は一人だけのものじゃないんですよね、うん、そうなんです。
みんなに広がってきますよね。はい、うん、だからそう考えるとこのセラピーを通じて、はい、社会変革が起きるかもしれませんね。そうですね、はい、ということはこのセラピーがどんなものであるのか、うんうん、ご自身が受けなくてもご自身の周りの病んでる方、はい、ちょっと苦しいなと思ってる方にぜひお伝えして広めていきたいですね、はい、そうですね、ぜひ周りで困ってる方がいたらお話しください。はい、はい、私もできる限り皆さんにお伝えしていきたいなって今日改めて思いました。ありがとうございます。はい、今日は素敵な話題をお届けいただきまして本当にありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい、今日はヒプノセラピストの平賀先生にお越しいただきました。本当に素敵な話題2つ。